こんにちは。ゲーム動画でいこうです。えー、全日本選抜、えー、2日目の予想です。えー、まずは初日、えー、10レースと12レースの特選を予想しましたが、両方とも残念でした。えー、10レースは、えー、平原本命にしまして、そちらは当たっていたんですけど、えー、相手に、えー、近畿勢を、えー、三谷を、 引き入る近畿勢を押したんですけど、えー、三谷がですね、えー、抑えに行ったところ、えー、吉田に、えー、突っ張られて、ちょっと三谷が慌てたのか、えー、体勢が立て直さないままですね、えー、ちょっと叩いていきてしまいまして、えー、平藩へブロックして、あのー、終わってしまいました、えー。一方、12レースなんですけど、 えー、これはですね、えー、近畿勢から言ったんですけど、えー、浅井がですね、えー、まさかの、竹内マークを離してしまうという、えー、状況になりまして、吉沢が番手にはまってしまいます。その煽りを受けて、近畿勢、あの、後方に置かれてしまって、 えー、そのまま吉沢が番手まくりしてしまって、えー、他が届かずで、えー、残念な結果でした。さて、二、えー、日目の予想を気を取り直していきたいと思います。二、えー、日目は、ね、二次予選とですね、えー、優秀競争、スタールビー賞があります。 えー、二次予選から2レースと、えー、スタールビー賞を予想してみました。まずは、あの、第8レース二次予選ですね。はい、えー、こちら、まあ、自力型、まくり主隊の自力型が多くて、えー、まあ、逃げると思われるのは吉田。まあ故障、古生、古生も残り1周からなら、あの、行ってしまうんじゃないかなと。 で、えっ、ー、と、このような並びになってまして、えー、私の見る展開としては、やはりあの吉田が行くのではないかと。で、えっ、ー、と、位置取り的には、まあ、古性もあの位置取りはいいんですけど、えっ、ー、と、やっぱり松谷の方があの、前、位置をこだわらないといけないんじゃないかなということで、えー、松谷を3番手に見て、えー ま、中川と比べたら胡椒は、あの、位置取りがうまいんで、中川後方に置かれて胡椒が5番手を確保するのではと。で、香川が短期で走ります。え、この香川、香川なんですけど、えっと、あんまり、あの、位置取りにこだわらずに、足を溜めて、え、縦の切れで、ま、最後は、あの、印もつきながら、強襲してくるタイプなので、 そんなに3番手にはこだわらないんじゃないかなと思って、あの、この中川の前の位置に置きました。で、えー、っと、古書が5番手からのまくり。こちらを、あの、ほ本命に見ております。えー、っとですね、まあ、相手はついていくいな 稲垣なんですけど、まあ、そこまで信用できるかと言ったら、ちょっと、あの、私、個人としては疑問なんですけど、まあ、すんなり、あの、行けば、えー、二人でできって、稲垣が直前かわすというところまであるんじゃないかなと。で、あと、あの、ひ紐として、香川と中川を持っていきました。これは、ま、足を貯めて、えー、 突っ込む。まあ、もしくは、まくり追い込む、選手ですね。あとですね、えー、吉田の残り目をちょっと気になったんですけど、まあ、やっぱり、えー、古生のスピードの勢いの方がいいんじゃないかなと、というわけで。まあ、松谷も、ちょっとあの、これ、かぶさってしまうんじゃないかな、と。 なので、えー、もし3連単に行くのでしたら、あの吉田とか松谷とかは、あの、押さえておいてもいいんじゃないかなと思います。えー、続いて、11レース2次予選ですね。はい。えー、ここは、あの、初日特選で <laughs>、竹内の番手を離してしまって、 すごい矢ジを受けました。浅井コ太が出てきまして、また、あの、特選同様竹、竹内とタッグを組みます。え、これ見てみると、まあ、佐藤慎太郎、山崎、北鶴あたりもいるんですけど、比較的浅井にとっては、あの、組みしやすい相手じゃないかなと思います。え、というわけで、えー、 ま、初日はあんな残念な結果になってしまった浅井なんですけど、まあ、三分戦で、えー、比較的、あの、これ、竹内が楽に先手取れるメンバーじゃないかなと。あとは、山崎を来たするも、そんな、あの、番手に飛びついたりするタイプじゃなくて、えー、中段取れればいいのかなと。まあ、中段は山崎が取っているでしょうと。考えると、 えー、あ、あさは、あの、竹内を先行の番手を楽に回れるのではないかと。いうわけで、これはもう頭固定でいきます。えー、相手が、えっと、ラインの三谷と竹内。それからですね、まくってくるや山崎。北鶴。え、ちょっとあの、佐藤とか大塚の追い込み勢は、 届かないんじゃないかなと。ただ、あの、三着としては、三連単の三着としては、えーし、必要かと思います。はい。えー、そして最終レースが、スタールビー賞ですね。えー、特選を三着まで勝ち上がった9人。えー、関東外は4人乗っているのが特徴ですね。 はい。このように、えー、小間切れ線になりましたあ。関東4人の並びが注目されたのですが、4人で結束して、えー、吉沢武田、あ、吉沢平原武田、諸橋で並ぶのかなと思ったんですけど、結果的に、えー、吉沢武田の茨城両者と、えー、平原諸橋の、えー、 茨城以外の関東が、えー、分かれて戦うことになりました。そして、ニッターがすごくいいレースですね。いいレースというか、はスピードの違いを見せつけて、ちょっと圧倒しましたね。まあ、脇本も、こう、抑えず、抑えず叩いていくことで、さえ、かかりもそんなに良くなかったものですから、 スピード差があったとはいえ、やっぱり、うん、ちょっとこの中では抜、抜けているな、抜けている力を持っているんじゃないかなと。伊てに128点持っている選手じゃないぞと。えー、っと、村上が、には中村なんですけど、まあ村上はそれほど、どうなのかなと。で、坂本が短期なんですが、 まあ、あんまりいい内容じゃなかったのかなって思います。まあ、外踏んで切れてくればともかくとして、イについてなんとか三着ですからね。というわけでですね、えー、っと、まあ、並び予想の通りの、あの、多分、並びになるかと思います。まあ、村上が新田の前にいるんじゃないかなと。あと、坂本が、 9-1の後ろか、7-5の後ろかにいる可能性もありますね。まあ、短期の選手、大概あの9番手に置かれてしまうというケースが最近多いんですけど、果たしてそれどうなるか。というわけで、えっと、力勝負だと思いますね。前にいるのが平原で、新田はまあ、位置にこだわらずに、 2コーナーぐらいからまくりを打ってくるとで。それに合わせて平原が3番手まくりを打つと。でこの平原、新田の7三両者が絶対的な本戦になると思います。あで、えー、平原が頑張り切れば諸橋との7五。新田がまくり切って、えーまあ、成田はあの追走非常にうまいんで。 刺すまではちょっと難しいと思うんですけど、2着は確保するんじゃないかなと思って、3、8を押さえにしました。はい、えー。以上、2日目の予想を行いました、えー。こちらに、あの、関連動画とか、ど、あの、ゲーム動画でいこう動画リストを並べておりますので、よかったらこちらの方にもアクセスしに行ってください。また、まだチャンネル登録されてらっしゃらない 方もぜひあのこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。えおそらくあの準決勝も予想すると思いますのでえまた、えー、アップしましたら見ていただければ幸いです。はい、えー、ではゲーム動画で行こうでした。